ぞ。どうもよろしく。あ、どうもあ、どうもありがとうございます。どうもどうも、あ、どうも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 。ちょっとあのいきなりやねん。何ですか何ですか。ちょっとね、俺お前をね、見てて思うことがあるのよ。おのりに頭と育ちを悪くした小泉孝太郎に似てるって。全然思うへん。一回も思ったことない。あ、そうか、うん、頭と育ちと顔を悪くした。全部そう、全部悪くした違うわね。いや、お前な、結婚してさ、うん、子供もできて、できますよ、まあ、幸せやなと思う反面よ、はいはいはい、でもやっぱ一人の時間がなくてな、なんか辛いんちゃうかなとか思うねん。ああ、そんなこと全然ないよ。あ、本当、うん、あの自分の時間っていうのがね、うん、あのないわけではないですよ。あ、それはなぜなら、うん、あの家族との時間も大切な自分の時間やから、うん、強いて言うなら自分一人だけの時間はないかな。鬱陶しいな聞くんじゃなかったな。ないかなって感じはするよ。いやいや、うん、でもな、ほんま思うのはさ、うん、やっぱ俺もゆくゆくは結婚するわけやんか、うん、あ、ちょっと待ってな。誰今失笑したん？してないやろ。おい、したね。誰ですか？完全に。してないから。完全に空気が止まった今。何が空気止まったって。おい、止まったね。今井上さんの自信満々の俺がいつか結婚するわけやんかね。それに対して微妙な空気作ったんは皆様です。際立てんでええねん。ええー、から別に俺が引っかかってないから。気をつけてくださいよ。もう次微妙な空気使ったらこのライブ中断するから。気使うわお前。気をつけてください。そんな話をしてん違う、ねね、ゆくゆくは結婚していった時にな、はいはいはい、言うたら時間がなくなるからさ、うん、もう今のうちに一人旅とかやっときたいなと思って、うん、はい、やったな。やってないって、だから、はい、今完全にやった。やってないから、ね、結婚するまでの時間があったら世界10周できるわっていう。なんちゅうこと言ってんねん。お前が思ってんねやろ。完全にその空気作ります。どうする。どうするやないねん。客訴える。なんで訴えないの。俺が引っかかってんねんから。なんでお前が熱くなってんねん。いや、一人旅したいっちゅう話。あ、一人旅どこ行きたいのお前。まあ、行くやったら海外行きたい。海外ええよな。確かにな。フランスのパリとか行きたいな。パリとかええや。お前パリとか行ったらすぐ SNS やるやろ。なんですぐやるよな。今パリに来ています、これが本当のパリピです。おもんないな。俺めちゃくちゃおもんないやんけ。おい、なんでパリでそんなおもんないこと言わなかったんですか。言いそうやわ。あ、今救急車が通りました。これが本当のパリピーポーです。言うか言うかバカだれよ。絶対めちゃくちゃおもんないやつやん。絶対言うやん。いや、そういうとこじゃなくてさ、やっぱあのルーブル美術館とか凱旋門とかエッフェル塔とかさ、はいはい、歴史あるとこ行ってみたいやん。まあな、でも今はな、あのコロナのせいで海外行かれへんがな。まあまあ確かにな。だから今は国内でやっぱ旅館巡りとかしたいの。ああ、ええやんか。じゃあ今日はその旅館巡りのシミュレーションやったらいいやん。あ、いい、うん、俺がさ、 あのあらゆるタイプのおかみさんやってあげるから。聞いて聞いて。あの俺おすすめの旅館を聞きたいから。横といでくださいまし。聞いて聞いて。おすすめの旅館。横といでください。聞いて聞いて。ようこそおいでくださいました。おすすめのようこそおいでくださいました。六遊館へ。六遊館、六遊館へようこそ、はい、ご予約の方ですね、はいはい、ご予約は、タバコ消せやおい。態度悪いな。接客中やぞ。ベロで消したや。めちゃくちゃワイルドやんけこいつ。ご予約の、あ、井上様ですね、はいはい、かしこまりました。それではですね、お名前とご住所と電話番号の方なんですけども、はい、あのこちらの背中の方に彫っていただいてもいいですか。怖い怖い怖い。なんでタトゥーで彫らなあかんねん。おい、お願いいたします。いや無理やって。あの皆様彫っていただいてください。過去、うん、すごいタトゥーの入ってるで。もう個人情報まみれでございます。私、え、行ったらええの。よろしくお願いいたします。行くよ。お願いいたします。あ、無理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 。ちょっと僕これ無理なんで。いつまで経っても慣れないもん。慣れへんやろな。飛ばしてください。よろしいですか、はい、かしこまりました。それではですね、お部屋の方を2つから選んでいただきたいんですけども、ね、はい、バラの間か、うん、ドクロの間になります。お前ロックバンドやってたやろお前。タバコ吸うてベロでお前タバコ消して呼んで、はい、背中にタトゥーで、はい、バラの間かドクロの間、確実にロックバンドやってるやろお前。そうもございません、やってるよ。ヘッドバンキング出てる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 。ロックバンドの名残が出てもうてるから。すみません、いらんからそんな。それではですね、部屋2つの方から選んでいただきたいんですけども。じゃあバラの間で。バラの間で、はいはい、かしこまりました、それではこちらの方をかぶっていただきまして、じゃあお部屋案内しますんで。うい、う行きますよ。バランダ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 ンベベ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 ベ。あ、すみません、バックします。めんどくさいな。すみません、ちょっと付き合ってください。おい、これ何の時間やねんこれ。もうすぐですから、もうすぐですから。
はい、到着いたしました。すいません。と行けよ。はあ、ありがとうございます。こちらがお泊まりいただくですね、ブラッディーローズの間。バラの間やお前。何やブラッディーローズの間って。ブラッディーローズの間になりますね。言うてないぞそんな、はい。こちらがお部屋の鍵になります。ピアスが、ピアスが鍵になってんの？そうなんです。ちなみにこちらがドクロの間、でこちらがマリアの間、そしてこちらがですね、打天使の間になってる。ピアスまみれやないかわ。もうチリン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 。鬼しかお前は。いや、なんて言ったって六遊間ですので。6球ってこと、6球か6球間ですので、ややこしいな、もうベッドがおすすめなんですよ。ベッドをもう全て秒で埋め尽くされる。寝られへんやろお前、秒のベッドなんかお前秒になってる。ええー、ねん、こんなロックなとこ行くわけないやん。これ癒しを求めて旅館行くんだから。ようこそおいでくださいました。聞いてるかって。ようこそおいでくださいました。癒しの館へようこそおいでくださいました。ようこそ、どうも。それではまずウェルカム癒しの方なんですけども、ウェルカム癒し、はい、3つのコースから選んでいただきます。はいはい、1つ目がですね、鳥のさえずりコース、うん、で2つ目が川のせせらぎコース、はい、で3つ目が森のささやきコースになっております。あ、じゃあ鳥のさえずりコースで。かしこまりました、失礼します。チュン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 。無理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 、耐えきられへんわこれ。ほーん、ほけけ、下手。おい、その下手なやつ、鳥のさえずり聞いてられへんから、ね、無理無理。あと15分残って、長めちゃくちゃやる気や。いいいい、鳥のさえずりいいです。あの川のせせらぎの方で。あ、かしこまりました、はい、それではこちらの方ですね、両耳に当てていただきまして。あ、これ貝殻か何かですか。いい、あの乙姫でございます。何渡してんねん。乙姫でございます。なんでトイレ流す時の音聞きながらやらなあかんの。残り1時間半長っ。トイレ行きたなるやろうが。いらんわこんなん。嬉しいですか。じゃあもう森のささやき、それでいいです。かしこまりました。森さんお出番です。おい、そういうことな、森のささやきって。森です。ささやかせていただきます。すいません、失礼します。昨日食べたご飯、白ご飯、納豆、じゃこ、キム。なんやこの時間。おい、知らんおっさんの晩ご飯のメニュー聞くだけの時間。なんや、白ご飯、納豆、じゃこ、キムチ。もっとカロリーあるもん食え。お前みたいに低い声してるやつは何してんねん。もういいです。森さんのささやきでしょ、それやったら。はい、もう今でもウェルカム癒しいらないです。そうですか、かしこまりました。はい、それではですね、まずこちらの方に名前と住所と電話番号の方ご記入いただいても嬉しいでしょうか。ここね、はい、わかりました。その間に私マッサージさせていただきます。 ありがたいやん。あー、気持ち悪い。いや、あんたが受けんの。いや、こっちでしょ受けんのね。あー、気持ち悪い。おい、結構凝ってますね。森さん出てくんだ。おい、結構凝ってますね。おい、森さん、めちゃくちゃ雑用係させられてるやんけ。いいわ。今日お泊まりいただく部屋なんですけども、はい、ですね、あの、ま、海辺の間となっておりまして。海辺の間、はい、南国をテーマにしたお部屋なんですけど、ね。あ、そら嬉しいや、癒されるやん。 ありがとうございます。じゃあお部屋に案内しますんで。あ、お願いします。はい、こちらです。どうぞ、はい、こちらです。あ、いいです、いいです、いいです。あ、いいです。無理やり南国感出さなくていいですよ。すいません、あのこれで案内しますんで、あの基本戻ってきます。全然進まへんやおい。乗っていないいないいない。無理やりフラダンスとかで南国感出さんでええから、普通に行きましょう。あ、申し訳ない、はい、なんか見苦しいところ見せちゃって申し訳ございません。いやいやいや、うん、本当に衣装着てたのフラの。ココナッツブラでやる。えらいセクシーなおかみやねおい。申し訳ない。もうええわ。こちらがですね、はい、海辺の間となっております。これ海辺の間、はい、こちらの入り口の方で、はい、あのお履物の方をお飲みになっていただきまして。あ、はい、あ、どうです、いかがですか。わ、すごいですね。ねえ、砂浜の食感は。砂敷いてんの。え、床に。はいはい、リアルを追求してますね。 やりすぎやろおい。もうベッドもおすすめなんですよ。ベッド、あの寝てもらったら分かると思うんですけども、うん、海水しましてます。絶対嫌よおい。なんで濡れてんねん。ジュクジュクジュク。いや、あかんやろそんなもん。追求してるの、これ見てください。もうこれなんかもう海そのものじゃないですか。何ですかこれ。これ流れ着いた空のペットボトルです。ゴミやないかおい。もう外やんこれなあ。ちなみに室温は40度以下にならないんですよ。熱中症になるわおい。暑い。 いや、少しでも南国を味わっていただきたいなと思いまして。いい、ね、見てくださいよ、この壁一面に描かれたビーチバレーをしている色黒タトゥー集団。落ち着かへんわおい。
なんでそんな中におらなあかんねん。いかがですか。嫌です、こんな。でもね、一人旅の方にはおすすめなんですよ。2000円プラスしていただくだけで、なんとですよ、この部屋に監視員もしくは砂浜に埋められた人お付けできます。気使うわお前。なんで初対面の人と一緒に泊まらなあかんねん。どうですか。嫌です、この部屋。他の部屋ないんですか。他の部屋ですか。他の部屋ですと、あ、唯一空いてるのが眠れる森の部屋というのがあるんですけども、はい、眠れる森の部屋。はい、まあじゃあ行ってみるわ。じゃこちらでございます。ガチャ、森さん起きて。そうや、そうや、思ったわ。森さん、起きて。森、森の仮眠室や、これは。なあ、今寝たとこです。今寝たとこなんですよね。寝たとこです。なんで森んとこ入れられなあかんねん。あの、私ともう一人アルバイトの林ってやつがいるんですけど、いらんわ。そいつと一緒に入るお風呂の森林浴。森林浴やろ。いらんねん。ありますけど、いらんねん。いかがで、いかがでしょうか。いいです、もうこんな旅館行かへんから。もうようこそおいでくださいました。ようこそおいでくださいました。じゃやらへんやん。お母さんと一緒かい。絶対あかんやん。お母さんと一緒か。ようこそおいでくださいました。何やこの旅館。あ、どうも、こんにちは。うわ、めんどくせえ。こんにちは。このお母さんと一緒の感じね。こんにちは。こんにちは。みんな元気。まあまあ。おかみさんは91歳で体中痛いけど元気元気。めっちゃ年取ってるやん。お母さんと一緒っていうか、おばあちゃんと一緒やんこれは。さあ、今日宿泊のお友達はお名前言えるかな。いや言えるよそれ。お前いくつや思ってんね。40やぞお前。言えないか。言えるよ、ね、井上雄介です。おお、お利口さん。やめろほら。40のおっさん、90のババアがよっすよすな、お前。じゃあね、お部屋に行こうね。じゃあ行くよ、お部屋へ。レッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには。歌うの。なあなあ、おいおいおい。いや、いいいいいい、歌とかいらんから、スッと連れてけ。どうしたんだ、ゆうすけくん。は？恥ずかしいのかい。いや、お前が恥ずかしないんかいな。これ歌わないとお部屋にたどり着かないからね。一緒に歌わないとたどり着かないから。歌わなあかんの。そうだよ、そういうシステムでやってるからね、うちの旅館は。本当に嫌やねんけど。やらないとでも終わらないよ。もう歌ったらええねんな。行くよ。分かった。じゃあ行くよ。ああ、お部屋へレッツゴー。このレッツゴーからだよ。知らんから。システム知らんから。レッツゴーもやらないと。レッツゴーも言わなあかんねんな。じゃあ行くよ。ああ、お部屋へレッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには。ここはおかみさんのパート。知らんから。おかみさんのパート入ってこないで。知らんねん、この歌を。シャシャリ出てこないで。元を知らんから。おかみさんが歌ったらゆうすけくんが歌う。臨床システムね。そういうシステムだから。いくよ。おかみが言っていきゃええのな。そう、いくよ。お部屋へレッツゴー。ここ言わない。あ、そうか、そうか。ダメだよ、めんどくせえな。いくよ、いくよ。お部屋へレッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには。お部屋へ行くには。こうして行くのさ。こうして行くのさ。お部屋へ行くには。お部屋へ行くには。こうして行くのさ。こうして行くのさ。ミシ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 。わーい。お部屋へ。まだ続くの。おい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 、行け行け、もう部屋行けよ。部屋に止めちゃダメだよ、また最初からになるから。じゃあ行ったから、そこまで。ダメだよ、まだお部屋にはたどり着かないの。じゃあ行ったから、そこまで。今は Y で戻ってくるパートだから。いや知らんから、元歌を。2回行けばたどり着くから。2ターンやらなあかんの。これを。いや、お願いよ。2ターン。おかみさん91なんだから、しんどいんだから。2ターンやったら着くのね。着くから、行くよ。ああ、お部屋へレッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには。お部屋へ行くには。こうして行くのさ。こうして行くのさ。お部屋へ行くには。お部屋へ行くには。こうして行くのさ。こうして行くのさ。ミシ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 もやらないで。やらない。いや知らんから。さっき止められてなかったから、ここに関しては。さっき
僕は知らないから仕方ないけど、もう覚えてるからさ、ミシミシもやらないと。ミシミシも言わなあかんねんな。言わないとダメだよ。ミシミシは臨床か。え、ミシは一緒にだよ。一緒だよねんな。僕は一緒に歌おうよ。共に行こうよ、お部屋へ。ああ、じゃあ行くよ。あった。お部屋レッツゴー。レッツゴー言わない。めんどくさい、めんどくさい。行くよ。オッケー。お部屋へレッツゴー。ワン、ドゥ、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、ワーイ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、お部屋に着いた。やっと着いたかな。鍵を開けるな。まだ続くんかい。おいおいおい、こうしてやるのさ。おい、スッと入れやな。鍵を開けるな。また最初からだよ。止めるから。でも着いたんやったらスッと入れや。鍵を開けないと入れないでしょ。いや、2番聞いてないから。ダメ、鍵ここから開けるから。開けたらもう部屋に入れるから、それでお泊まりください。まずフルパート知らんねん、こっちは。お願いするよ。鍵あんねんな、2番。おかみさんしんどいんだから。ああ、行くよ。ああ、お部屋レッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋行くには、お部屋行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋行くには、いい手拍子とかいらんから。手拍子とかいらん、こんなんで。また最初からだよ。君たちのせいで。なんでいらんことすんねん。手拍子求めてると思うか。いらんに決まっとんがな。これ一本目じゃなかったな。よし、ゴー、いくぞ。お部屋へレッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、ワイワイも言ってる。ワイも言わなあかんの。いや、さっき怒られてないから、ここの部分に関しては。さっき流してたやん、ワイ言ってないことに関して。なんで一回泳がすの。全部の指摘を一回目で言うてよ。ほな、やるから。ワイがしないとダメだ。ワイも言わなあかんねんな。ワイもお願い。わかった。あ、レッツゴー。ダメだよ。先に行っちゃダメだよ。何でやねん。ダメ。ああ、行くよ。オッケー、行くよ。ああ、お部屋レッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、わー。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、お部屋に着いた。鍵を開けるには、鍵を開けるには、こうしてやる。どうなってんねん鍵。おい、どうなってんねん鍵が。こうやって、どういう鍵やこれ。めちゃダメだよ。これはマイクに近づいてるだけだよ。いや、知らんから。ここ知らんから、こっちは。もっとお前がこうやるから何かやってんのかなと思うがな。お前ふざけんな。やれよちゃんと。こうやって何個も開けてるように見えるがな。悪ないやんけ俺。こうやろうかい。ここ前近づくねんな、こっち。そう、分かった。これはもう漫才として仕方がないことなんだよ。分かった、もうね。こう来んねんな、こっちに。行くから一緒に行くんだよ。行く行く行く。よし、お部屋へレッツゴー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして行くのさ、こうして行くのさ。ミシ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 、わーい。お部屋へ行くには、お部屋へ行くには、こうして
ていくのさ、こうしていくのさ、お部屋行くには、お部屋行くには、こうしていくのさ、こうしていくのさ、ミシ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 、お部屋に着いた、鍵を開けるには、鍵を開けるには、こうしてやるのさ、こうしてやるのさ、鍵を開けるには、鍵を開けるには、こうしてやるのさ、こうしてやるのさ、あれ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 、誰かがいる、なんで誰かおんねん、やっと着いた思ったら、ちょっと誰ですか、森さん出てこんでええわ、おい森が出てきた、もうええわ、お疲れ様でした。ちょっとなこんなこと言うのも悪いけどさ、 お前さ、うん、絶対に俺より早く死ぬやん。まあ寿命ならな。どういう意味やお前、なんかするみたいな感じ言うなよお前だってお前の特技ってさ、人に恨み買うことやん。違うわお前、好意抱かれることじゃボケそういうのは大丈夫です。なんやこいつ。いやでもなんかこう最近ちょっと考えてんけどさ、まあ年齢的にもいい年やんか。まあいい年ですよ。これな、どっちかが先に死ぬわけやん。ああまあ確かに。ほんならどっちかは片方の葬式には参加できへんわけやんか。ほんまやな。だろ。あ、じゃあさ、うん、もしもあの俺よりもお前が先に Go to Hell したらさ、英語で言うねんよ、何や Go to Hell。 あごめんごめん、俺よりも先にお前が死んだらさ、うん、葬式のもし俺にやらしてやん。なんでそんなノリノリやねんの。いややらしてやん。あかんよ、もうしゅもうしゅ、あかん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 、なんで、なんでやねん、なんで。大体もしゅみたいなも親族がやんねんから、俺の場合だと弟がやるに決まってるわ。めっちゃ残念や、うん。いやそういうもんやから。ああそう、じゃあ俺葬式の幹事やらせてやる。飲み会かおい、何や幹事って。やらせてやる。何ねん葬式に幹事もクソもボケ。なんでやねん。いやなんでやねんちゃうねん。俺でも思うねんけどさ、うん、お前さ、こうやってなんかスーパーポジティブシンキングとかいう本出したぐらいな、うん、ずっとめっちゃポジティブに生きてきたわけやろ。まあな、めっちゃポジティブに生きてきたやんか、うんうん、だからさな、最後も俺ポジティブにした方がいいと思うね。どういうことよ。だから葬式もポジティブにやった方がええと思う。いや葬式なんかポジティブとかどうとかちゃうやん。いや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 、だから葬式っていう名前自体がもうちょっとネガティブやん。いやそういうもんやねん葬式って。だからお前の葬式はもう葬式と言わんことにしよう。はあ、お前の葬式は葬式と言わず、うん、ラストポジティブにしよう。ダサラストポジティブ。何それ、ラストポジティブにやん。ダッセー、めっちゃええやん。いやいや、なんでやねん、似合うぞお前。よく考えてみろよ、ね、葬式会場向かう前に、うん、お通夜とラストポジティブって書いてあるとこ嫌やろお前。お通夜が浮いてるな。そうやろうが。お通夜変えよう。ああなあ、じゃあお通夜を変えてラストポジティブイブにしよう。クリスマスかおいこの待ち遠しい感ないねん。ええやん、みんなワクワクしながら来ていいやん。嫌 やんな。ええやんかな、絶対誰も泣かへんような葬式にしような。泣いてほしいねん葬式やねんから。いや絶対泣かへんようにしような。お前が死んだことによってみんなに笑顔になってもらおう。歯を見せるな俺の葬式で。そんなこと言わずにレッツポジティブ。納得できるかそれか。ええやんな。ほんならまず服装どうしようかな。どうする服装。いや服装なんか普通でええって。喪服にするかカジュアルにするかコスプレにするか。絶対あかんぞお前。服装は喪服って決まってんねん。ああれにしよう、着ぐるみ。はぁ、あ、着ぐるみで行こう。絶対かも、ゆるキャラの葬式みたいになるやん。そんなもんしたらお前。いやめっちゃポジティブや、みんな笑顔でなるでお前。あったよ女もお前。何やねん、服装は喪服、それで決まってんねん。喪服や喪服。じゃあもう間取って喪服着てから着ぐるみ着よう、うん、着ぐるみやないかい。それやったらお前、喪服の部分出えへんやんけ。いやそれでもあかんない。そうやね、ラストポジティブステージどうしようかな。う葬式会場かそれお前。うなあ、ラストポジティブステージさ、やっぱりあの白黒白黒白黒のイメージあるやん。いやイメージでそういうもんやから。あれめっちゃネガティブやん。いやええねんそれで。あれ俺あかんと思うね。あれも変えた方がええと思う、ね、どう変えんねん。だからな、白黒白黒白白黒白。ピアノの鍵盤みたいになってるやんこれ。微妙に聞いたらそうなってるもん。いやワクワクするやん。せえへんわんなもん。で実際触ったらタレレレレピアノやんけそうやったらお前。お前そんなことしてみよ。お前葬式に来た子供たちが猫踏んじゃったとか引いてまうぞ。ええやんな、盛り上げて。イノ死んじゃった。不謹慎やが。笑えるかボケお前。あっかい女もん。ええやん、あかん。あかん。あでももともと確かに白と黒っていう色自体がもうちょっとネガティブやもんな。いやそういうもんやねんって。色変えよう。は色変えよう。うん、だから緑白赤緑白赤、うん、イタリアか俺お前なんでイタリアの国旗で埋め尽くさなあかんねん。ちょっと待って、すごいことに気づいた。どうしたんや。井上とイタリアって似てるな、うん、いいだけや
他の3文字全然ちゃうねん。ほとんど違うわ逆に言うたらお前。でもどうする、家はどうしようかな。いやええねん普通で。家さ顔写真ってもうベタすぎるやん。ベタっていうかそういうもんやから。どうしよう、あ、恵比寿さんに似顔絵頼もうか。誰かわからんやんけお前。恵比寿さんのガレットなめんなよお前。いや恵比寿さんに似顔絵頼んで。あったよな、もう来た人がもうこれ誰ですかってなるやろお前。ええやん、あかん、あかん。ああそう、なんで似顔絵あかんか。リアルな方がええの。あ、じゃあ写真、じゃあ井上の顔写真は使おう。それで顔写真は使った上で、うん、顔はめパネルにしよう。絶対あかんわお前。誰か分かれへんやん。顔くり抜いてお前観光地みたいになるんけ俺の葬式お前。ええやん、めっちゃ盛り上がんで、多分めっちゃ人集まんで、ああ私あれで撮りたいみたいな。ああいいやん、撮り撮り撮り。あほんま、じゃあこれ渡す携帯撮ってな。じゃあ行くで。着ぐるみ着てるやんけお前。参列者取れた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 。ちょウケる。わし死んどんねん。インスタインスタみたいな。なんで俺死んでるまでそんなウケられなあかんなお前。ええやんか。じゃあほなもう写真じゃなくてベタじゃないのにするのであればよ。おうおう、なんかあの 3D プリンターとかで、うん、立体的にやったらまだ100歩譲るわ。あ、それポジティブやな、うん、なかなかないもんな。そうやろ。だからこうリアルなお前の顔のこの立体のやつがこうあって、うん、で髪の毛がビョーンってちょっと上に伸びてて、うん、でフォークが刺さってるみたいな。食品サンプルみたいになってるやんけお前。純喫茶のパスタの食品サンプルみたいになってんねん。ええやん、めっちゃめっちゃポジティブやん。つけて人の話な。でさ、缶オケはいらんよな。絶対いるわお前。なめんなよお前。いらんやろ、ラップ巻いときゃええやろ。雑すぎるやろお前。おい、ラップ巻いて、なんでお前ラップにくるまれた俺コロコロ出されなあかんねん。めっちゃええやんお前ラップな。よかったら顔だけでも見てやってください。丸見えよお前。サランラップやぞこっち。お前透明のにくるまれとんねんお前。もうちょい恐怖感じろやおい。なあ聞いてるかって。おい、ラップが剥がれんとイライラするだ。おい、何やこれ。なんで俺着ぐるみ着てんの。なあ、すげえ状況やん。おいおいおい、もう着ぐるみがラップかけられたら梱包やん。なあ、むちゃくちゃやぞお前。ええわけあるかこんなもんお前。上がんのかじゃあお前。そんなん考えんでねいちいち。お前はな、友人の挨拶これで考えてでね。あ、そんなんはもう考えてるよ。ほんまか。相方の井上、今雲の上、今泣きそうだよ。おえなんでラップで歌うねん。俺目の前でラップにくるまれてんねん。その上でラップ歌われたら何やこの状況ってなるやろ。最後に笑いとって笑うな言うてんねんこっちは。泣いてほしい言うてんねん。だちゃんとした友人の挨拶や。あの本当に井上がいてくれたのでここまで頑張ってこれました。本当にありがとうございました。最後にこれだけは言わせてください。オーダー井上の丸焼き。ヒストロスマップかお前。何注文してくれてんねんお前。おい、従うなボケ。何言ってんだお前。じゃ聞いてるかって。なんやねん。みんなが泣いてほしいねん俺は。な、泣かせればいいね。そうや。あ、そうそう、そういうのをちゃんとやってくれよ。コン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 。いや、これだけでは泣かんよさすがに。いやいや、いやいや無理無理無理。さすがにこの木魚叩くだけで泣かれへんってこっちも。なあ。はあ、玉ねぎ。物理的に泣かそうとすなお前。おい。いやいやないのよ。そんなで泣いてほしいんじゃない。あるやん、なんかこの思い出の品をさ、ああ棺に入れる時のやつ。ゆうすけ、今までお疲れ様。あんたベーコン好きやったな。あんたが好きなベーコンいっぱい入れとくから、うん、あの世でいっぱい食べるんやで。ベーコン井上、お前オリーブ好きやったよな。オリーブ向こうでたらふくよ。オリーブ井上さん、よく一緒にチーズ食べました。ピザか俺。お前ベーコン入ってオリーブ入ってピザ入れよってこれ。入れときます。おいなあ、おい、あピザ窯で焼くわ俺の体。ナポリかここボケ。何してんねんお前。お前葬式のお前イタリアカラー全面に使ってよ。
ほんで家はお前食品サンプルのパスタみたいになってお最終的にお前釜でピザ焼いとるやないかわしの体つこうて何やこのイタリアンのやつ遺骨が焼き上がりましたんでじゃあこちらの方バン名前椅子だこれちょっとね、うん、ソロキャンプに行きたいのおーえんちゃん似合うで特にソロっていうところがどういう意味やねんソロが似合うやん何が似合うねん違う違う違うお前ってさ、うん、あの皆さんのイメージには反して実はこいつねあの人とねその群れるというかこうつるむのがあんま得意じゃないんですよ、うん、まあ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 そんなとこあるわそうそうそう意外に知られてないんですけどこいつ意外に一匹オオグソクムシなんですよオオカミやろそのオオグソクムシで言う人あんまおらんでいやいや一匹狼の上位互換やどこがやねんお前絶対下位互換やんいやいや上位互換やどこがやねんお前オオグソクムシがね敵からね身を守るときにどうやってするか知ってる知らんよお前とそっくりや俺とめっちゃそっくりどうやって身を守るか、うん、口から悪臭を出すんしばくぞお前誰が一緒じゃんそっくりでしょほんまめちゃくちゃフローラルな香り出してんねこっちはえいつからずっとやフローラルな香りああ嘘マジでああえじゃあ鼻栓取ってみようかな鼻栓してんのいつからいや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 そう普段はしてないでお前と会う時だけしばくぞお前ええねんそんな話はソロキャンプ行きたいのソロキャンプああでも冷静に考えたらお前絶対ソロキャンプ向いてないなんでやねんの絶対向いてないよいや向いてるよだってお前普段楽屋でな、うんiPad で動画見ながらスマホでゲームやりながら筆記でクロスワードパズルやっていやええやないか別に俺の過ごし方は何でもええやろそんなせかせかしたやつにソロキャンプ向いてないいやでも行きたいのよソロキャンプ絶対向いてないやめとけて向いてる向いてないてお前だってお前絶対ソロキャンプ行っても、うん、絶対もう iPad で動画見るやん見るよスマホでゲームするやんやるよクロスワードパズルやるやんやるよ楽屋俺やキャンプ行かせろや俺や楽屋にキャンプ行きたいねんもうなんで行くねん楽屋おったらええやんだって一人でその暇やんかソロキャンプすんなよいやソロキャンプがええんや一人で言わないやったらせんかったねいや行きたいのお前はな一人でいることもキャンプも向いてへんねん向いてるってな寂しがり屋やそうや虫嫌いや嫌いや日焼けとかは絶対や楽屋俺やキャンプ行かせろや俺や楽屋キャンプ行きたいねん楽屋おったらええぞ吉本の楽屋おったら芸人いっぱいおるからなもう全然寂しくないしなあ俺虫もおらへんし日焼けなんかもう絶対せえへんぞお前吉本の楽屋は窓すらないから独房なんだお前吉本の楽屋はええぞお前おれお前いやでも行きたいのそのキャンプまかいなおでお前そのキャンプに行くとしてお前何で行くねお前いやそれは車で行くがな向いてへんやないか何がやお前向いてへんやないかお前向いてないことないがなお前日本の国民全員お前が車向いてないこと知ってるからしばくぞお前言うとくけど俺ゴールド免許やから驚きすぎやろ驚きすぎやろお前5年間無事故無違反ゴールド免許やそんなアホないやそんなアホなってもうもろてんねんからあっていいわけないそんなこと何あっていいわけないってお前嘘やろいやほんまやお前ゴールド免許見せてみろお前なんで見せなあかんねんよう見たらゴールドちゃうやろ山吹き色やろお前どうなってんのお前国行かれてんのか見せろお前ゴールド焼いてんねん馬鹿や当たり前やろがお前車で行くわああで行ってキャンプ場着くわなああ何すんねんお前あテント張って料理するが、ね、料理すんの何すんの焼肉やん向いてへんやないか何が向いてないねんお前といえばお前が焼肉って言ったらみんな思い出すやろお前ダンスパーティーかけながら焼きなんか焼肉パーティーやってご近所トラブルになったニュース事実とかけ離れてるやつやねんお前最悪やんけお前誰も知らんミニマムニュースやからみんな知ってますよねなんか記者に突撃された時にねあいやふるさと納税でもらった美味しいお肉があったんでっていう謎の言い訳事実言うただけやんあれほんまのこと言うただけやねんあれそれを今も言うてんのはアンガールズ田中さんとダイアンぐらいやねんお前やってんねん向いてる向いてる言うてんねんお前昼は焼肉やんのかああほんでお前夜何すんねんお前これ焚き火を眺めるわ、ね、向いてへんやねん何が向いてへんねんお前焚き火眺めといてみろよお前炎上してた頃思い出せ思い出すからもうお願いしますちょっとね、はい、新たな目標ができたのよおお何アンチ100万人達成待て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 よ待て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 あれがそんなこと目指さなあかんの違うやんかあの最近さあの南海キャンディーズの山ちゃんと若林くんな、はい、オードリーの若林くん、はいはい、ドラマ あったやんかありましたね、ダドも情熱さなまりえぐいの
だでもただ情熱はあるよ。ああそうそうありましたね。あれ見ててんけどさ、はいはい、やっぱあの山ちゃんとかさ、うん、やっぱ同じ世代で同じ劇場に立ってたからとすると立ちましたね。だからすごい感慨深いもんがあるやんか。ああまあね、だからいつか自分の人生もこうドラマ化されるようになりたいなと。ああドラマ化、ああええやん。いいやろ、タイトル何にすんの。タイトルだが長所もある。短所ばっかりみたいな。いやそれなんか短所まみれの人のドラマ嫌やろ。あかん、ちょっとそれ嫌やわ。だが微熱がある。病院行こうぜ。風邪かなっていう話だから。そうかそうか、1話で終わってもらうから。そうかそうか。井上っぽいやつですよね。あそうそうそう。だが余罪はある。ないわおい、何勝手に決めつけてくれてんの。ほんでそもそも、うん、ダガールシリーズじゃなくてええねん。あダガールじゃなくていいの。ダガールっていうのは略すんやめて。ダガールじゃなくていいんや、うん、あの別に井上っぽければあダガールに縛られなくていいから。まあ井上っぽかな。でも井上といえばねやっぱノンスタイルを引っ張ってってくれたイメージですよね。まあまあまあそりゃそうよね。やっぱあの常に先頭をこう走っていってくれた。まあまあ自分で言うのもあれやけどそういう節はあるわ。今だから井上がいないと今のノンスタイルがないわけですよ。まあ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 。じゃあタイトルこんなんどうですか。何ギャラ交渉。銭ゲバか俺お前。そんな金にまみれたやつ主人公なんし嫌やろ。でもゲバるのうまいじゃないですか。誰がゲバるよお前。いやそれはちょっと嫌や。もうちょっとなんかポジティブなやつというかさ、まあ、井上さんといえばめちゃくちゃ人気あったんですよ。まあ正直ねめちゃくちゃファン多くて、はい、もう出待ちも差し入れもファンレターも、はいはい、もうベース吉本っていう劇場の中で一番多かった。まあ正直大阪の劇場の時はほんまにそうやったな。一番人気あったんですよ、うん、だからやっぱそのイメージがあるんで、うん、このタイトルでもいいですかね。ないね。そして誰もいなくなる。悲しなるわおい。アガサクリスティかお前。ほんまにいなくなりましたよね。どこ行った。あれ捜索願い出した方がいいんじゃない。なんで出さなあかんの。出すかそんなもん。いやちょっとダメ元で警察行ってきた。どういうことよ捜索願いを。はあのすいません、あの捜索願いお願いしたいんですけども。ああ、あの親族の方ですか。あいえ、あの昔あのめちゃくちゃ追っかけてくれてたファンの子たちです。わかりました。ならへんやろ。警察なめんなよお前。忙しいねん警察だってお前。ええー、ねもうタイトルなんか何でもええから。ああそう。じゃあ誰とやんの。誰と。いやだからそのね、山ちゃんは若林くんとやったからドラマになったわけじゃないですか。こう誰とやんの。お前と対になるやつは誰。ナダル。いややわ。いやナダル別に接点もないし。いやあるやんその嫌われ族として。何やそれ。ねしっかり嫌われ族って。どこの村で暮らしてるそいつら。え、いやそれちょっと嫌やわ。わかんあかんよ。じゃあ狩野英孝。なんでなんで狩野君とドラマにせなかったの。いや謝罪会見族です。なんやねんそれ。そんな族ないから。二大巨頭ですよね面白謝罪会見の。自覚ないねん別に。じゃあそこはお前石田でええよ。やっぱノンスタイルでドラマ化しようぜ。いや俺は無理やわ。なんでやねん。いや俺ドラマ化するようなことなんもないよ。いやなんか記憶紐解いたらなんかはあるって。なんもないよ。俺なんかもうクソ貧乏で育ってな、まあ、家にもテレビなかったような俺はやで、うん、な親の借金肩代わりしたとかさ、精神病で心療内科に通ったとかさ、あの酒にもう溺れてもう喧嘩を繰り返したとか、もうそれぐらいしかない。ドラマの宝庫やぞお前。もうシーズン3はいけるぞお前。その点井上なんてほんまにドラマの宝庫なんですよ。いやまあまあ俺もまあ言っても紆余曲折あったからね。めちゃくちゃドラマあるもん。まず芸人になる前からやっぱドラマありますから。19歳の時ですよ、うん、あのアサヤンの男性ボーカルオーディションっていうのがあって、それにねあのね鈍行でね応募して、鈍行で広島まで行って、ほんでワンフレーズ歌って落とされたとかね。今言うことかそれ。ワンフレーズドラマにするようなことちゃうねんそれ。ドラマチックでしょ。あと1年目の時に、はい、ね、初めてのレギュラーが地方で生まれたんですよ。でその時その地方のね市長がゲストで来てたんですよ。そのゲストの、ね、市長をバコーンいじったんですよ。それがきっかけでその初レギュラー下ろされた。やめろよこれ。ドラマはずいねんさっきから。あですよなあ。あとやっぱあのベース吉本の伝説的な番組マジっすかっていうね、もう今のスターたちがめちゃくちゃ出てた番組があったんですけど、それに2年目で僕たちレギュラー出演することになったんですよ。でそこでもう MC の方に「井上なんか特技とかあんの?」って言われて、井上が「ジャンプです」って。ジャンプ?ジャンプ特技なん?ああそうなの。ほなちょっとジャンプ見せてもらいましょう。井上のジャンプでーすって言ったら普通に手やって。とんでもない黒歴史やねん。おい全部事実。全部ドラマにできますよね。
地味やね。全部ドラマに。もっと派手にせえよ、ストーリーを。 M1 優勝、 M1 優勝した直後に韓国ロケが入りましたね。ちょっと待てよ、おい、ね、韓国ロケに行って初めての韓国ですよ。初めてに韓国に行って僕も井上もわーっと飛び立ってね、その時やっぱドラマですよ。もうこんなことあんねんなっつって、もうスタッフとかもう全員大丈夫ですよ。井上のキャリーバッグだけ韓国じゃなくてスペインに行くという。ドラマにできるかなって。いただきます。あのさ、何ですか、この先、はいはい、一生同じもんしか食べられんってなったらどうする？一つだけ、一つだけ。ああ、これ結構迷いますね。悩めろ。迷いますね。俺もでも決まったんだよ。あ、そう、うん、え、何すんの？カレー。キモ。なんでカレーええやん。いや、キモない。なんでやねん。いやいや、もう想像しただけで吐きそうやったわ。いや、これカレー行くの？見てる人でも分かる分かるってなってると思うで。いやいや、なれなれ、カレー行くの？行く。カレー、カレー。キモ。何がキモいねん。いや、しんどいってカレーなんかね。いやいや、俺全然いける。だって俺言うても、あの、3日間連続カレーとかあるで。根拠薄。なんで3日間？うん、3日間食べただけで言うてんの？そうや。あ、3日間もう3食とも食べた。昼だけ。昼だけ。うん、3日間昼カレー食べただけで毎日食べれる。いける。いや、それだけじゃなくて、その冷凍して次の週も3日間連続でカレー食べたね。一旦飽きてるやん。何がやねん。一旦飽きて冷凍してもおてるやん。いや、その時は。そんなやつ一生無理やって。その時は別のもん食べれたし。いや、別のもん食べてるやん。その時はな。その時はじゃなくて。あとね、やっぱカレーなんかもうアレンジもできるで。アレンジ。そうやん、ドライカレーいけるやろ。カレーうどんいけるやん。あとカレー鍋もいけるやん。せこない。何がせこいねん。せこいやん。まずこの究極の選択においてアレンジせこいし。せこないがな。なんやったらもうカレー鍋に関して言うともう反則やん。どこがやねん。反則や。お前、相撲で言うところのお前、塩の代わりに画鋲巻くみたいなもん。反則すぎるやろお前。そこまで反省。いや、せこいって。それはカレー鍋はせこいよ。せこないよ。せこい、せこい。そんなお前何がええねん。俺、うん、和食せこない。めちゃくちゃせこい。何がせこいね。一緒やんけ。いや、ジャンルで言ってるよ。ジャンルや。いや、ちゃうやん。ジャンルですよね。いや、俺正々堂々戦ってんねん。どこが正々堂々やねん。カレー鍋出してんねん。いや、ずるいって。和食はジャンルやん。いやいや、だって食べ物の4割近く持ってけるやん。こっちカレー言っても1割あるかないかぐらいやん。分かった。じゃあお前の理論でいい。 お前の理論でいくわ。ほんなら、ほんじゃあ俺はドンでいく。ドン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 。だから親子丼とかカツ丼とか。いや、それ白米やん。ドン。どんぶりに入ったお米、白米やん。どんです。お前の理論でいくと、だから親子丼いける、カツ丼いける、天丼いける。お前はだからカレーライス、カレーうどん、カレー鍋がいけるってこと。ほら、理論的にはこう。ずるないぞ。何がずるいねん。食べの白米やん、そこは。じゃあ俺が丼で白米しかいかへんっていうことの、この理論でいくなら、お前はカレールーだけやからな。ルー。なんなんだ。いいか、お前。白米 VS ルーでいいんか。こんなおもんない戦いでええんか。じゃあもうええ。上にはじゃあ乗っけてええよ。乗っけてええねんな。乗っけてええ。ほんなら絶対こっちの方がいいっすよね、うん、なんでやねん。そりゃそうやもん。だってお前、海鮮丼いけるし、うん、ステーキ丼いけるし、うん、なんやったらカレー丼もいけるし。待てよお前。いた。待てよお前。いた。カレーはうちの管轄でしょうが。なんやねん管轄って。どう考えてもそうやん。うちの一族やろカレーで。お前、そのお前、管轄の理論で行くんやったら、お前の世界から白米なくなるけどいいんだ。ドン管轄やから。ドン管轄やから白米なくなりますけど。お前めちゃくちゃ汚い戦い方してくんな。いやいや、お前の理論でしかやってないから。まあ、ええよ、ほんならもう、カレー丼も。ええよ、許したるわ。あ、ええのね。ああ、ほんならもう圧勝ですよ。ええ、こっちいろいろあるね。何がやん。天ぷらカレーうどんもいけるよね。天ぷら行くの。カレーパンもあるやろ。カレーパン、おう。あとほら、サーロインステーキカレー風味。カレー風味。風味言うてるやん。粉かかっとるがな、カレーのスパイス。風味はなしやろ。なんでやねん。そんなん言ったら全部風味かけれるやん。ええなの、それでいけるやろ、おい。せっこ。何がせこいねん、お前。ほんならその理論で言うたら。理論やめてくれへん。さっきから理論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 、堅苦しい。そのセオリーで言うたら、どっちでもええやこいつ。その感じで言ったらな。ああ、じゃあ俺もあれやで、お前
担々麺丼風もいけるからな。何それ。担々麺丼風や、丼風や。はぁ、あ、担々麺があって、はあ、その横にちっちゃい丼が置いてる。担々麺セットや。いや、それメニュー名は担々麺セット。違うや、丼風や。どこの店に担々麺丼風って出してんの。汁をこうかけてもいいですよ。ほら、汁かけたら丼や。いやいや、それを担々麺セットっていうの。もしくは担々麺にミニご飯つけてくださいって言うの。いや、担々麺丼風、お前のサーロインステーキカレー風味がいけるんやったらこれがいけるってことや。お前のその理論でいくんやったらこっちカレーの煮付けも OK やからな。食材変わってるやん。何がやねん、変わりすぎやん。お前の担々麺理論がいけんやったらこっちもそれいけるやろ。お前理論の意味分かってんのか。何がやねん。いやいや、カレーとカレーやから、カレーカレーカレー2種類楽しめるやつやろ。言ってて無駄しないんか。何がやねん。カレーとカレーがいけんねんな。そうや、その理論で言ったら、ああ、俺はドンとうどんもいく。絶対あかんやろ。もうお疲れさん、お疲れです。ありがとうございます。俺ね、ちょっと中学校の時からね、ずっと好きやったテレビ番組が。何何、お母さんと一緒。違います。さすがに中学生やから。でもお前確か中学の時さ、お母にさ、うん、もうお母さんと一緒ばっかり、もうみんなやって言われてさ、家出してなかったっけ。どういう精神状態やねん。してるわけないやん。あ、そうか、お前がお母さんと一緒にハマったんは40歳超えてからか、うん、そんなわけないやろ。お母さんと一緒なんかも40過ぎのおっさんがハマるような番組ちゃうねん。でもお前この間漫才出番の合間でその歌のお姉さんの出待ちしてなかったっけ。言ってるかお前。なんで俺が厚子お姉さんの出待ち行かなかんねん。歌のお姉さんの名前知ってんねん。何がやねん。何やねん。いや、普通42歳の一人身おじさんは歌のお姉さんの名前なんか知らへんから。いや、たまたま一回見たので覚えてたってだけや。ほんまか。おい、お前普段から出待ちしててお前言ってんちゃうんか。お前、あー、よかったらゆうすけくん元気って言ってくれませんかみたいな。言うてるかお前。ヤバすぎるやろ。ゆうすけくん元気って言ってくれませんか。ゆうすけくん元気。リアルにアウトやろこんなやつ。え、何、下ネタ言うてへんわ。何や思てんねん俺のこと。え、いや、まあ、出待ちなんかしてへんから。ほんまかや。まあでも今日はな、せっかくやからさ、その歌のお姉さんの出待ちする練習しとこう。なんでせなあかんねん。ね、俺やっとかんと失敗するからお前。いやいや、まず出待ちせえへんから。あ、表向きにはそういうことにしといてあげるから。いや、表向きとかじゃなくて、俺が歌のお姉さんの出待ちすることないから。そうやな、お前はせえへんもんな。じゃあ、マジでマジでせえへんか。分かった分かった、お前はせえへんもんな、大丈夫な。お、含んだ感じで言うてくんなよお前。オッケーオッケー、な、とりあえず練習しとこう。俺がだから出てくるから出待ちしとけよ。めんどくさいなあ。厚子お姉さんまだかな。お疲れ様です。すいません、厚子お姉さんですか。あ、いえ、誠お兄さんです。間違うかい。なんで俺誠お兄さんと間違うねお前。誠お兄さんってお前と一緒の双子のパパやろお前。めちゃくちゃ知ってるやん。何がやろ。お前やっぱ見てるやろ。見てない。ほんまか。たまたま一回見たの覚えてるだけや。誠お兄さんどんな感じの人か知ってるかお前。お前をめちゃくちゃ美形にしてムッキムキにした人や。絶対見てるやろ。見てない。ってかこんなんどうでもええねん。ああ、そうか、出待ちの練習してる。そっちでもないねん。じゃあ俺が中学の時から好きなテレビ番組があるって話や。表向きはな。なんなんこいつ。俺をムッツリマニアにすんなよお前。やっとこやっとこ。あー、厚子お姉さんまだかな。お疲れ様です。すいません、厚子お姉さんですか。あ、ノンスタイルの井上さんですよね。どうも。あー、いつも見てます。僕もいつも見てます。見てんねやないか。いや、違うやん。見てんねやないかお前。見てました。怖っ。見てるやん。見てて何が悪いの。うわ、どんな気持ちで見てんの。出待ちの練習しようや。うわ、あ、見てんの。あ、見てるよ。すっきゃ。やば、開き直り。ワンチャン出会いた。ワンチャン。やろうぜ出待ちの練習。怖え。あの、いつも見てます。あ、ありがとうございます。あの、プリンセスミミの大ファンです。お、ごめんごめん、怖い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 。何が怖いの。プリンセスミミってね、あつこねさんがやってるキャラクターのやつだ。あれ、42歳の一人のおじさんで知ってる人おらへんから。そんなことない、みんな知ってるがな。お前おらへん。あつこお姉さんがピンクのドレス着て朝の8時と夕方4時35分頃にやってるコーナー。怖すぎる怖すぎる。何が怖いね。キャラクター知ってるだけでも怖いのに流れる時間帯まで知ってる。みんな知ってることやからちゃんと続きやろうぜ。ちゃんと怖っ。プリンセスミミの大ファンです。 ありがとうございます。だからいつも NHK に手紙送ってるんです。手紙を。ガラピコプーはなくして厚子お姉さんもっと出せって。クソ野郎やないかお前。苦やねんだ。ただのクレーマー演技。うるさいな。俺怒られるターンですかこれ。
そうやろうがい。怖っ。何が怖いねん。いやいや、そもそもあれですよね、出待ちしたくないって言ってましたよね最初。めちゃくちゃ出待ちしたいよ。怖い。なんかずっと見られてます。続き行こうぜ。はい、あつこお姉さんに一つだけお願いいいですか。ああ、何ですか。ゆうすけくん元気って言ってもらっていいですか。いやさすがに大先輩にくんづけはできません。無理です。全然大丈夫です。はい、今日だけは僕のことを3歳児やと思って。もっと無理です。不可能に近いです。無理です。あつこお姉さん、はい、お姉さんならできます。自分を信じて。わかりました。ゆうすけくん元気。違う違う。もう一回やり直そう。もう一回。今本家にダメ出ししてるんです。あつこお姉さん、はい、そんなね不器用な笑顔の掛け声で、はい、3歳児が喜びますか。42歳児ですから。よく見てください。3歳児です。そんなことやったら、はい、誠お兄さんにも雄一郎お兄さんにもそしてあずきお姉さんにもバカにされますよ。めちゃくちゃ詳しいやん。詳しい。あとあつこお姉さんの代わりにマヨお姉さんに笑われちゃいますよ。最新情報も入ってる。そんなに見てくれてるんですね。誰だと思ってるんですか。3歳児ですよ。はい、じゃあ気を取り直していきましょう。はい。ゆうすけくん元気。もっと笑顔で。ゆうすけくん元気。もっと元気に。ゆうすけくん元気。心の底から。ケビンさんつまみ出せ。一刻も早くつまみ出せ。なんやこれ、なんちゅう目で見てんねん。いいんですかあつこお姉さん、僕が警備員さんにつまみ出されて。いいですよ。3歳児ですよ。それやめろ。気持ちの悪い3歳児ですよって。怖いよ。もう嫌やねん。ゆうすけくん元気ってこんなに言いたくないねん俺。もう頼むからもう次の展開行って。は？いやだから頼むから次の展開行ってくれ。やっと俺の気持ちが分かったな。は？俺今まで散々いろんな漫才で早く次の展開行けや言うてきたな。ごめんって。ストレスやろ。ストレスやわ。こんな気持ち抱えて今まで漫才やってて。ごめんって。分かった、ほんま悪かったな。次ちゃんとやるからマジで許して。やんねんな。ちゃんとやるから。分かった。じゃあ行くよ。ゆうすけくん元気。元気すぎるわ。なんやろ。どんな元気ちゃん。おいちゃんとやったやんけ。お前のしつこさに比べたらマシちゃう。ごめんって。辛いやろ。辛い。俺かわいそうやろ。かわいそう。二度とやるなよ。二度とやる。ごめん。お願いよこれ。ほらちゃんとやろ。ちゃんとやろ。じゃあ行くよ。ゆうすけくん元気。警備員さんもゆうすけって言うんですか。燃えてー。え、同じなんですね。まあ、結構ベタな、ね、名前とか。ベタな名前ですからね。そんな奇跡いらんねー。怖いやろ。怖いよ。波の世にの奇妙なより怖いやろが。怖いよ。助けて。ほな次最後で行こう。これも振りに聞こえた。怖い。どうや、終わりのない無限ループに巻き込まれた気持ちは。怖いよ。いつ終わるか分からへんねん。終わるかどうかは俺次第やねん。怖い。怖すぎる。助けてくれ。もうじゃあ最後や最後。最後。あつこお姉さんがゆうすけくん元気っつって俺が元気っつってのに、あつこお姉さんも元気元気。これで終わりや。お願いします。あ、分かった分かった。ゆうすけくん元気元気。あきらおじさんは限界限界。いやもうええわ。どうも井上です。どうも。全身真っ白なのも気になりますが、どっちかっていうと股上の浅さの方が気になる石田です。確かに浅いですけど。ちょっと聞いてくださいよ。どうしました。僕ね、ちょっとね、最近姪っ子がね、小学校に来だしましてね、うん、はい、で、よくね、子供と遊んでるんですけどね、うん、子供の時の遊びって楽しかったなと思うんですよ。まあ確かに今みたいに物とかいらんし楽しかったな。そうでしょ。ようやったやったら、ごっこ遊びとかね。あー、ごっこ遊びとかようやったわ。ようやったよ。俺らが子供の時ようやったやったら、アンパンマン。あー、ようやったようやったわ。一人がこう、アンパンマン。じゃあ俺、ジャムおじさん。戦おうや。なあ、一生懸命パン焼かれてもさ、そういう遊びじゃないから、ごっこ遊びって。いや、違うん。ごっこ遊びやから戦ってくれんとさ。あ、戦う。あ、じゃあ、カバオくん。戦えや、だからさ。アンパンマン、お腹が減ったよ。全然モノマネ似てないやん。勝手に取るな。せめて断ってから食べてくれ。毒なんか入ってないねん。アンパンマンの顔の中には。ジャムおじさん、やらしい顔でパン焼かんといて。
そんなのせえへん。こんなようやりましたよね。あとようやったら、10回クイズなんかもようやりましたね。ああ、ようやった。ピザって10回言ってんやん。そうそうそう、子供の時ようやりましたね。ようやったな。なあ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 。ピザって10回言ってやん。ピザ？まあ、そう言わせるってあってん。ピザ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 ラピザ。なんで活用してんねん。最後の方おかしいやろ。じゃあここは膝ブブー。違うね。上腕と前腕をつなぐ関節でした。細かいね。答え細かくない？なあなあ。じゃあ次米粒って10回言ってや。驚きすぎや。米粒？どうでもいいけど子供声低すぎるよ。米粒。間違ってる。やり方そんなんちゃうよ。米粒カピカピ。なあ。じゃあここは米紙ブブー、僕のチャンポイントでした。どうでもええわそんなお前。絶対みんなが一度は通った謎謎や。謎謎謎謎謎謎全員がやってるやんか。そうありましたね。そうパンはパンでも食べられないパンはフライパンかね。あと男は男でもケーキ作りが趣味の男はキモい、ね、キモいけどやなお前。いや違う謎、まあ、僕はそうなんですけど、ね、いや謎謎やから、はいはいはい、だから入り口一つに出口が二つ、これなんだズボンとか、 あ、 ね、あと醤油が7割お酢が3割、これなんだ餃子のタレ、何の問題やねんお前。まあこれ個人差ありますよ。謎謎やいやいや、聞いて、なぞなぞやからさ、はいはいはい、だから上は洪水、下は大火事、これなんだ、お風呂とか、 あ、 あと上は木の実で下は7って、これなんだ、木の実7やないかお前。答え言っちゃってるやん。個人差ありますけど、いやないよ個人差は、ね、ないけどさ、こんなようやったんですよね。あんたが小学生ぐらいやったら、うん、オリジナルで自分の考えたクイズを友達に出したりして。俺なんかようやったわ。あ、そうなの。俺得意やってね、今でも昔考えたクイズ覚えてるもん。あ、そうなの。うん、ちょっと出してあげようか。いや大人やからさ、すっと答えれるよ。いや結構難しいよ。ほんまに。いくよいくよ、うん、問題です、はいはい、海という漢字や、うん、汗という漢字の部首は一体何？めっちゃ簡単やん。さんずいへんやん。正解じゃあ体で表してください。どうやってやったらいいんだ体でって。さんずいへん天秤なんだけど。ブブブブ、残念、正解はこちらでした。見えるけどさ、さんずいへんに。そんなんやわな、ちょんちょんちょんってな、そういうことな。じゃあ続いて、うん、忙しいという感じや、爽快の快という感じの部署は一体何？立身面や。正解じゃあ体で表してください。立身面がこうや。おう立身面。おう違うよ。バカにすなお前。残念でしたね、正解はこちらでした。見えるか。いや立身弁そんなんやけどさ、残念ですね。さっきとちょっとちゃうやん。じゃあ続いていきましょう。続いて市役所の役という漢字や、法律の律という漢字の部首は一体何？行人弁。正解じゃあ体だらしてください。行人弁いけるかな。行人弁、はい、これ正解や。惜しいなお前。残念、正解はこちらでした。かっこいいね。なんでちょっと揺れんねん。行人弁揺れんの。惜しかったなお前ね。じゃあ続いて、続いて花という漢字や若いという漢字の部首は一体何？草冠。正解じゃあ体だらしてください。草冠、怖い、草冠、草冠。おう、何それ新しい空気の入れ方。どついてるかお前。一生懸命やってるやないか。残念、正解こちらでした。地味やなおい。草冠だけ地味やないかお前。いこのクイズむっちゃ楽しい。何が楽しいね。竹冠。よう分からんすよ、竹冠かどうかも。こんな気持ち悪いって。小里編。何それ。小里編。小里編って何よ。神妙。本格的やね。神妙だけな、本格的やないかおい。何をしてんねん。糸編。分からん。糸編かどうかも分からへんねんお前。そんなクイズ子供の時せえへんやろうがお前。信用できへん。当たり前やないか。でも俺は信用できるで。もうええわ。ありがとう。どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。あのさ、何ですか。俺好きでね、こうプロ野球の試合とか見ててさ、ああちょっとやってみたことあんね。ああ、うん、何ですか何ですか、うん、ホームベースなわけないやろお前。生まれて顔ぐちゃぐちゃになるやないか。なということはホームベース経験者だ。誰が経験者やん。ぐちゃぐちゃに。違うやん、やってみたいことじゃない。ヒーローインタビューは。ああ、あれ、試合終了直後に、うん、活躍した選手呼び出してボコボコにするやつ。どう思ってんねんお前。インタビュアーのこと。違う、インタビューする人のこと。あ、インタビューする人ね。そう、これちょっとやってみたいなの。ああ、いいじゃないですか。ちょっとインタビューやらして。おおおお。だからお前ちょっと試合で活躍した選手やって。え、俺やっていいの。おいよ。うわ、めっちゃ嬉しい、うん、てっきりこの人がやると思う。誰にさせるつもりやお前。びっくりするやろんなもん。お前違う、お前が活躍する選手やってくれた。あ、俺がやった。俺ちょっとインタビューの気持ち味わわしてくれた。あ、分かった。放送席、放送席、本日は走行手で大活躍しました石田選手に来ていただいております。お疲れ様でした。放送席、放送席、今日は走行手で大活躍しちゃいました石田選手が来ちゃっております。ノリが軽いなおい。今日は最高の夜になりそうだな。女連れてくんなよお前。いや、一人で来てくれたらいいかな。ほんでお疲れ様でしたでいいかな。お疲れ様でした。まずは試合を見ての感想いかがですか。そうですね、試合が終わってからきつかったですね。 42.195 キロを完走するのは。その感想違うわ。マラソン完走する話じゃなくて、試合終えてやから今思ってる本当の気持ち。面白い顔ですね。俺の話しちゃうわ。じゃあそこはとても清々しい気分ですね。一瞬でサラリーマンより稼げてとても清々しい気分。絶対あかんぞお前。余計なこと言いよってお前、嫌われるぞお前。
もうすがすがしい気分ですね。とてもすがすがしい気分ですね。まずは守備で見つけました。あわやホームランかというあたり、ファインプレーでしたね。あそこにボールが飛んでくることはリハーサルで分かってたんだ。ないよそんなリハーサルとか。余裕でした。よくあるやんか、正直無理かと思いましたかみたいな。正直無理かと思ったんですが、先日450万円で購入したこのご利益のある石のおかげで。いかがましいな。皆さんもよかったらこの石いかがですか。売ろうとするなおい。正直無理かと思ったんですが、がむしゃらにジャンプしたら取れましたね。がむしゃらにジャンプしたら取れましたね。キャッチできた要因は何だと思いますか。8メートル50センチの身長ですかね。化け物やないか。そこは執着心。執着心ですかね。中国人みたいなのは。ちょっとイントネーション気をつけて。執着心ですかね。そして打っては4打数4安打7打点。こんなことってあるんですね。まあ漫才の設定ですからね。冷めるわなんかおい。言うとあかんねん。そこはなんか止まって見えましたとか。止まって見えました。これも全部清原選手にもらった魔法の粉のおかげ。絶対言うとあかんぞお前。おい皆さんしゃべるな、しゃべるな、僕せやしません。しゃべるなおい。せや、何を言うてんねん。そんなこと言うてえわけないのもん。毎日一人でコツコツ練習してきてる甲斐がありましたよ。毎日一人でコツコツ練習してきた甲斐がありました。そして第3打席、あわやデッドボールかという際どいストレート。はい、相手ピッチャーの彼女に手を出したんで仕方ないですね。最低やなおい。そんなこと言うたらね、かなり際どいラインでしたね。かなり際どいラインでしたね。まさかあのラインのトーク履歴が流出するなんて。そのラインちゃうねおい。コースの話やから。あ、かなり際どいラインでしたね。しかしそのボールを見事ホームラン。はい、最初は無理かなと思ったんですが、カラスが加えて持ってってくれましたね。漫画やないかおい。そんなことあらへんねん。強引に引っ張った結果ですかね。強引に引っ張った結果ですかね、うん、こっちの髪の毛が長いの。髪の毛の話しちゃうわ。グッと引っ張りました。ホームランの話やから。強引に引っ張った結果です、うん、打った時はどんな気持ちでした。そうですね、打った瞬間気持ちよかったですね。これはやめられない。清原選手も全くやめろ言うてんの。おい、打った瞬間が、打ったってそういう話しちゃうねん。おい、打った瞬間が、ホームラン打った話やから。最初入らないかと思いましたけど、なんとか入ってくれましたね。最初入らないかと思ったんですけど、なんとか入ってくれました。そして最後の走塁、よくキャッチャーのタッチをかいくぐりました。そうですね、まさかキャッチャーがね、双子の芸人だとは思いませんでした。ザタッチ違うわ。普通のキャッチャーねえ、キャッチャーがガッチャーってきたんで、あっちゃーってなってダメだっちゃー。何を言うてんねんお前。わけ分かれへんやろお前。危なかったですけど、ギリギリセーフでした。ベリーデンジャーバー。英語で言うのやめて。日本語で。危なかったですけど、ギリギリセーフでした。運も味方にしたといったところでしょうか。敵だらけのあなたとは大違いですね。俺関係ないねん。日頃の行いが良かったからですかね。日頃の行いが良かったからですかね。ホームを踏んだ瞬間、勝利が確定しました。どんなお気持ちでした。そうですね、ホームベースを踏んだ瞬間、うーわ、ひどくやん。違うかお前。何してんねんお前。やめろお前、はい、そんなこと言うわけないやろお前。それは今年一番の幸せでした。本年最も最高でありんす。独特な言い方すんなよお前。今年一番幸せでした。今年一番幸せでした。若手がたくさん出てきてる中のベテランの大活躍。来年で91ですからね。ジジイやな。そろそろおむつを変えたいですね。よくやめてんなそれで。そんなこと言うわけないやろ。まだまだ若手には負けないぞというベテランの意地ですかね。まだまだ若手には負けないぞというベテランの意地ですかね。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。差し入れは現金か商品券でお願いします。強欲やなおい。そんなこと言うとあかんねん。頑張る的なこと言え。明日も明後日もできるだけ毎日頑張りたいと思います。 OK、 よし、今のを踏まえてもう一回最初からやり直そう。いや、そりゃそうやろ。もう一回やんの。いや、俺お前いろいろお前に教えててさ、インタビューの気持ち味わえてないねんから。いやいや、もう皆さんお腹いっぱいですよ。いや、ええからもう一回。だってもう一回同じくだり見せられるんだよ。いや、そりゃそうやん。じゃないとインタビューの気持ち味わえへんやん。無理やわそんな。やってくれよ。だって俺選手のセリフ覚えてないもん。いや、お前そこやってくれんと困んねん。お前が言った直後やから言えてただけ。うん、俺もう赤星インコみたいなもんやから。知らんけどやな、おい。だから、もう無理やから。だからお前が次選手のやつやって、俺インタビュアーやるから。俺がで選手のセリフを俺が覚えるから。お前が言ったやつ。ほんならそれやったらやってくれんねんな。俺インタビュアーやる。俺プロ野球選手のここでやってへんから。頼む頼む、うん、放送席、今日は世田谷区の下着泥棒でおなじみの。待てよおい。待てお疲れ様でした。なんで俺下着泥棒でインタビュー受けなかんねん。プロ野球選手こっちのセリフ関係ないやん。今そっちのセリフ覚えたいだけやから。こっちのセリフ関係ないやん。いや、こっちのセリフちゃんとやるんやったらもう一ターン増えるね。かも知らんけどさ、こっちのセリフ無視したらええやん。そっちのセリフ覚えたいだけやから。分かった。じゃあプロ野球選手のコメントだけ言うたらええねんな。やってくれたら覚えろよ。はい。放送席、今日は世田谷区の下着泥棒でおなじみの井上容疑者に来ていただいております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまずですね、下着を盗んでみて率直な感想をお願いします。とても清々しい気分ですね。ガシガシ気分ということなんですね。かしこまりました。でも結構下着がですね、高い位置に干されていましたが、いかがでしたか。正直無理かと思ったんですが、がむしゃらにジャンプしたら取れましたね。ジャンプしたんですね。ジャンプして取りましたか。でもあの高い位置の下着を盗めた一番の要因は何ですかね。執着心ですかね。
そんなにも欲しかったんですね。でも結構ね、今日は風が強かったので下着が結構ね、たなびいてたと思うんですが。止まって見えました。止まって見えましたか。止まって見えたんですね。毎日一人でコツコツ練習してくる甲斐がありました。あれ練習するんですね。盗む練習とかあるんですか。かしこまりました。でもその下着の中にですよ、なんとですね、ティーバッグもあったみたいですね。かなり際どいラインでしたね。かなり際どいラインですよね。でもそのね、このティーバッグ盗んだ瞬間に紐の部分がちぎれたみたいですね。強引に引っ張った結果ですかね。ガサツですね。反省点ですね。そうですか。でもね、その数ある下着を、たくさんある下着をですね、よくあれ全部ポケットの中にね、最初は入らないかと思ったんですが、なんとか入ってくれましたね。パンパンでしたよポケットね。でもその下着をポケットに入れた瞬間、持ち主の女性が帰ってきましたね。危なかったですがギリギリセーフでした。ギリギリセーフでしたか。日頃の行いが良かったって言ったところでしょうか。絶対日頃の行いは悪いんですけどもね。そうですか。でもね、その下着の持ち主がなんと70代後半の女性だったということに気づいた時はどうでしたか。今年一番の幸せでした。熟女好きなんですか。熟女好きだったんですか。でも70代後半の女性にしては結構派手な下着がたくさんありましたね。まだまだ若手には負けないぞというベテランの意地ですかね。意地なんですね、あれは。そうですか、わかりました。それでは最後にですね、いつ下着を盗みますか。明日も明後日もできるだけ毎日頑張りたいと思います。最低やないか。いきなりやねんけどさ、もう早いもんで俺らも40やんか。40歳ですよ、うん、もう2人足したら80歳、2人引いたら0歳ですからね。何の情報やそれ。そんなことよりない、うん、40にもなってんからさ、うん、これからは後輩に相談されるような先輩でありたいなと思うね。ああそう、井上さんが。そうや。これなかなか難易度高いぞお前。そうか高いよお前。難易度で言うたらツチノコ発見レベルやで。不可能やないか。誰でも見たことないねんぞ。いやでも後輩からなんか相談するんやったら井上先輩がいいなって存在でありたいやんか。あそうですか。だから今日はちょっとさ、後輩の相談に乗る練習やりたいから。おうおう、俺が楽屋におるからちょっと相談事持ってきて。あごめん、俺今仕事中やねん、うん、俺も仕事中やねん。スッと持ってきてくれたらいいから。コンコン、どうぞ。おはようございます。井上さんちょっと相談いいですか。どうした。最近仕事がうまくいってなくて、うん、ヤバタニエンのムーリー春雨なんですよ。えでも井上さんに相談乗ってもらえて、うん、本当にね、バイブス糸上がりけりです。イグジットやろ。イグジットみたいな売れっ子が俺に相談してくるかお前。そんな普通の後輩や。コンコン、どうぞ。おはようございます。皆さんちょっと相談いいですか。どうした。井上さんにしか相談できないことなんですけど、謝罪会見でやったらあかんポイントって。やめややめや。お前ちゃんとやる気あんのか。ちょっとやる気あるか自分の胸に手当てて聞いてみるわ。いやいちいち聞かんでええねそんなの。ないそうです。しばくぞお前。分かった、相談事俺が決めるわ自分で。あもう、うん、じゃあ金がない、これでいこう。さっきまで楽屋に置いてたお金がなくなってるんですけど。そういうこと違うね。井上さんじゃないっすよね。盗むかお前。金に困ってるやん。金に困ってるんですよ。給料少なかった。いや銀行の暗証番号を忘れてしまって。アホやないか。そこも違うかった。彼女との結婚の相談。あちょっと彼女のことなんですけど、うん、結婚しようと思ってるんですよ。マジでよかったや。 ありがとうございます。付き合ってどれぐらい。付き合って3日です。3日、うん、大丈夫。ビビビッと来たんや。いやゾゾゾと来ました。寒気はしてるやないか。大丈夫か。はい。で彼女は何してる人なん。ここだけの話ですよ、うん、結婚詐欺師です。絶対あかんぞ。騙されてまうぞお前。そこは彼女との結婚の相談って言ったらな、うん、お世話になってる先輩にお願い事あるやろ。来月に結婚式と披露宴やろうと思ってるんですけど、井上さんにはお世話になってるんで、折り入ってお願いしたいことがあるんですよ。マジで。牧師やってもらってもいいですか。何が重いわ。牧師なんかできるわけないやろが。もう分かった、コンビ間の相談これでいこう。ちょっとコンビ間のことなんですけど、相方がめちゃくちゃムカつくんですよ。それあかんや。いやもうムカつくっていうか、もうめちゃくちゃ嫌いなんですよ。もう生理的に無理というか、ナルシストなんですよ。まあ、ええけどな。いやかっこよかったらいいですよ。かっこよかったらいいんですよ、うん、中の下、中の上かな、もしくは下の上、上の下かな。いやもうマジできついんすよ。あそう。ほんでまた女優さんと結婚したいとかガチで言うてるんですよ。志が高いタイプや。ええことやね。だから俺言うてるんですよ、お前絶対無理やって言うたら、うん、もうなんかへりくつで俺を言いまかそうとしてくるんですよ、うん、でまたそのへりくつをまとめて本出しやがって、うん、その本のタイトルがスーパーポジティブシンキング。俺やないかい。何を長々長々人の悪口言ってくれてんの。その相方に毒盛ろうと思ってるんですけど、いいですかね。絶対こう。ありがとうございました。俺ちょっと成長させたいことがあるんだよ。内脂肪。違います。えらい内脂肪話し飼いしてる。何や話し飼いって。違う、やっぱこうツッコミや、ツッコミ。あツッコミ、やっぱいろんなツッコミできた方がええんか。だからタクシーにもこう、うん、違う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 。もうすごい言ってくるやん。ごめんな。なんかお前がハゲるまでいじり続けるって誓ってもうだ。誰に誓ったんやお前。お前だからお前がハゲてくれたらいじるんやめるから。どういうルールやねんお前。
違う、でもツッコミないばもっとな向上させたいなと思うねんな。ああそう、だからいろんなツッコミできた方がいいやんか。まあいろんなツッコミありますから。まあ言うたら、まあ、たとえツッコミとかさ。ああ、たとえツッコミといえばね、うん、まあ言うたらあのクリームの上田さんとか、そう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 、フットの後藤さんとか、伊豆くんぞの松浜さんとか。そいつ誰やおい、初耳の芸人出てきたぞ。得意なやつですよね。まあ、でもできた方がええやん。もしな俺がこういろんなツッコミできるようになったらな、うん、はいはい、俺のツッコミとしての地位も向上すると思う。まあ地位は向上せえへん。なんでやねんな、はい、とりあえずちょっとたとえツッコミ練習やりたいからさ。はいはいはい、ボケろ。ボケ好きやろお前。やっば、ボケるの好きやろ。はい、ボケろボケろ。はい、ね、あのボケすぎるなよ。俺がたとえツッコミできるぐらいのボケやから、ボケすぎるな。ボケすぎたら、お前エグいな。お前のボケで面白すぎると例えられへんから、あのちょうどええやつだぜ。やばい。お前やってんのめちゃくちゃやばい。何がやばいの。いやお前な、やってんのさ、お前消防士なりててさ、火消したいから、おいお前放火せって言ってんのに。全然違うわ。おい放火せ、あら放火せって言ってんのに一緒やから。お前何してんの。何がやの。例えてんな。え、例えてるやん。いつの間に。いやわざとやん。いつの間にやなくて、めちゃくちゃやん。消防士なんか放火みたいな、めちゃくちゃええ例えやった。例えてない例えてない。じゃあお前がやらんでいいから。俺が例えるから、うん、俺がやるから、お前はやるな。例えは俺がやる、お前はやるな。やる、やるな。俺がやりたいからやるな。性欲お化けみたいな。誰がやこれ。お前例えてんな。めちゃくちゃ短いワードでキュッと例えてんな。お前無意識です。じゃ無意識やないの。無意識です。すいません無意識でした。じゃ無意識でもやるなっつうのか。やるなよ。はいすいません。はい、すいません。もう今回は許すけど、次回やったらもうこんなないからな。怒られ方万引きしろ。例えてんなお前。お前やってんな。お前こそやってんな。俺なんかやってます。俺何もやってないですよね。お前はめてるやろ。いや、はめてない。はめてるやろ。こんなに例えがいっぱい出てくるってお前はめてんな。いや、はめてない別に。お前が勝手にやってんねん。だって俺そんな普段例えないですもん。いや、俺パス送ったつもりもないし、ね、お前はめてんな。お前がシュート勝ってるんだよ。お前はめすぎやぞ。何やこいつ。お前はめすぎ。お前デヴィ夫人の指輪か。自分から言ってるやん。もうドリブル&シュートは話しちゃうで。止めてくれよ。何や止めてくれって。お前が止めんと誰が止めんねん。お前激ヤバなこと言うてんだよお前な。止めてくれよ。じゃあ何やねん止めろって。頼むから止めて。じゃあ頼むから。止めてな。マジで止めて。何を言うの。マジで止めてよ。お前家出少年か。おらやばー。何やねんマジで止めてと。自作自演半端ないねんけど。じゃあもう嘘やろこいつ。おい、もうたとえツッコミすなって10回言って。なんで言わなあかんねん。心に刻みつけるから。たとえてまうから。たとえてまうスイッチ入ってるから。何やねんたとえてまうスイッチ。たとえツッコミすなって10回言ってくれ。言うたらええんか。刻み込むから。たとえツッコミすな、たとえツッコミすな、たとえツッコミすな、たとえツッコミすな。乳首ドリルみたいに言うな。やってんなお前。お前やってんな。はめやがったな。いやはめてない。お前が自らハマりに行ってんねん。なんならはめやがったな。なんじゃこいつ。お前ケツ向けんなよこっちに。おいおい、あかん。もう我慢できへん。え、たとえんの我慢できへんから。え、お前もう薬と同じやんこいつ言うてること。もう我慢できへん言うてる。たとえツッコミは俺が出す前にお前が出せ。はあ、俺が出す前にお前が出せ。何言うの。俺が出す前にお前が出せ。いや正々堂々後出しじゃんけんするやつか。いやお前が言うからやろ。お前こっち例える準備もしてないのに。どうすんねんこの空気。お前のせいでこんな空気になってもうたやろが。お前が急に例えるとか言うから。これ空気清浄機7台いんだよ。例えてんねん。もうどうものせるです。お願いします。ちょっと俺さ、何ですか。海外のドラマとか映画、これがめちゃくちゃ好きなのよ。ああそうな、うん、そんな純日本人体型してんのに。何があかんねんお前。いいやないか別にお前、いやでもよく見てんのよ。まあ確かにずっと暇があったらずっと見てるし、ね、楽屋でもずっと見てるし、あの移動中もずっと見てるし、まあまあまあ、この間なんかな、あの、うん、アッコにお任せ出てる時見てたもんな。見てるかお前。アッコさんに怒られるぞお前は。いやでも好きでいろいろ見てんねんけどさ、はいはいはい、あの好きなジャンルがあってやな。ジャンルね、ゾンビ映画、これが特に好きなのよ。ゾンビ映画ね。だからちょっと今日はさ、ゾンビ映画の主人公やらせてもらおう。ああ、いや、じゃあ俺はさ、そのゾンビ映画を見てる男性やるわ。何がおもろいねん、それやって、おい。つまんなさそうな顔で見てんな。いや、違うやん、そこは俺が主人公やってんねんから、彼女の役やってよ。オッケー、目指せ、助演女優賞。やる気はすごいな、おい。やってくれんねんな。うんうん、あのまず2人はな、こう、
夜をこう歩いてるわけよ。はあ、ゆうくん今日超かっこよかった。そうか、そりゃそうだよ、だってゾンビ全員倒しちゃうんだもん。話終わってまうわおい。ゾンビ映画ってゾンビ倒したら終わりやから、ゾンビが出てくるのはもっと後。二人で夜を歩いてたら急に墓場が現れんねん。どうも墓場と申します。人違うねんおい。墓場です。人じゃないのよ。変わった名字だとよく言われます。でも名前は逆に太郎です。どうでもええよ、墓場太郎の話じゃないねん。墓地が現れんの。墓地が見て、見渡す限り墓地よ。超ウケる。何がおもろいねんおい。そこ夜で墓地やねんから、なんか怖いねん。なんか怖いね。大丈夫、何があっても僕が守るから。なんか怖いね。何がよ。何やこいつ。こう言うてたら遠くの方でな、犬の鳴き声や。わおー、柴犬。種類は何でもええねんお前。夜で墓地で犬が鳴いてんねん、そこは怖くなってな、こうしゃがみ込むねん。おお、変なしゃがみ方してんな。そっちの方が怖いから、普通にしゃがみ込んでくれたらいいから。だから地面からな、地鳴りのようなうめき声や。あ、なんか聞こえる、なんか聞こえる。え、なになに。え、母さん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。えなりのような声聞こえてるやん。地鳴りのようなやから、怖い。いや、土の中にゾンビが眠ってんねん、おい。日本は仮想なのに。いや、そういうことはええねん、おい。土葬、細かいことはええから。で、骨壺にインされてるはずだよ。いや、ええ、ここだけ土葬の地域ということでええから。何があったの、この地域。いや、ええ、いちいちそんなことは。もうとりあえずこれでゾンビが目覚め出すのよ。ピピ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 ピ。アラームないねん、いちいち。アラームで起きてくるわけないやろ。土の中からな、ゾンビの手がガバーって。生命線長。どうでもええわ、おい。ゾンビなのに。今言うてる話か、ゾンビなのに。どう、手が出てきて彼女の足をガバって掴んで、離して離して。今日すね毛剃ってないから。何の心配してんだよ。離して。どうでもええから、そんなことは。ここ俺やるから。バキュン。ありがとう。ここは俺に任せて、早く逃げろ。え、でも。いいから早く。あと警察に通報任せたぞ。分かった。あ、もしもし、もしもし、ゾンビが出ました。あと銃刀法違反者も。俺捕まるやないか、おい。はい。余計なこと言わんでええから。ほんでここでゾンビが出てくるよ。ジャニーズか、おい。そんなかっこよく出てこうへんから。普通に出てきた、襲ってきて、来るな来るな、